一般的な安全靴安全靴とは、主に工事現場や重い機械、部品を扱う工場内や、工業、建設業などの足への危険を伴う作業場で、使用される着用者の足を保護することを目的とした靴。競技には、実規格に合致したものを、やや講義には、実規格と同等の安全性を持つものを言うが、実規格より安全性の低い軽量タイプをも含む、ことがある。 また、人体に帯電した静電気を靴から逃がすことを目的とした静電気帯電防止靴にも安全靴の性能を持つものや厨房などで使用するため油や水に対する滑り止めが重視されたもの、転倒防止のため靴紐が省かれ様々な体での使用しやすさや歩行が多いため柔軟性が重視された医療従事者向けなどのものなどがある。本校では 自主規格に定義された安全靴だけでなく、プロテクティブスニーカーなど、足を保護する目的の靴について記載する。足先への重量物の落下や釘などの踏み抜きから、作業者の足を守るため、普通の靴においては、比較な内視軟質合成樹脂性であるサキシンや、中底が後半でできていることが特徴である。軽量化のため高質合成樹脂性のサキシンを使った安全靴もある。 他にも靴底が耐油性のある素材や、高質のポリウレタンやゴムでできたものもある。革の靴底が用いられることは少なく、総じて一般的な革靴より重い。溶接作業においては、火花が散るため、人造比較よりも安全靴が炎上しがたい本革の安全靴を推奨している。表面素材は革や、メッシュや布であったりする。外見は普通の長靴。 半長靴、短靴タイプのものや、スニーカーや前ゴムシューズタイプのものがある。甲側の硬さ、ゴム製靴底や先進による重さ、製法に起因する、通気性の悪さなどが相まって、一般的に履き心地は良くない。別うりの中敷きなどを使用すれば、履き心地は改善するが、静電安全靴、絶縁作業靴など、種類によっては、中敷きの使用により、 JIS 規格の適合条件から外れ、機能が損なわれることに留意しなければならない。一方で、踏み抜き防止などの特殊機能を備えた安全靴専用の中敷きも市販されている。JIS 規格において、材質や安全性などについて規格が定められている。これらの規格を満たしたものだけが安全靴という名称で販売される。JIS 規格における強度などの基準値を満たしていても、 材質などが実規格を逸脱している場合は、作業靴やプロテクティブスニーカーという名称で販売されることもある。労働安全衛生法、労働安全衛生規則によって、作業内容、環境に合わせた安全靴着用の義務が定められている。重量靴で靴先が潰れると後半が足先に食い込んで指が切断される安全靴は普通の靴より、 危険との噂があったが、実験番組怪しい伝説によれば、それは完全な誤尾と結論付けられた。実際の現場において、安全靴が歪むような事故は、極めて珍しく、普通の靴で作業する、危険性を考えれば、安全靴の有効性は明白である。作業者は、普通の靴を履く、危険性を追うよりも、履きやすい安全靴を探すべきである。 その安全性の高さからオートバイの運転時に測れることもある。足を保護するための性能を有していても材料や製法、構造が実規格に合致しない場合は安全靴と呼ぶことはできない。しかし、海外製のサキシンを装着したスニーカータイプの靴の輸入増加に伴い消費者が安全性についての適正な判断を行うために 日本プロテクティブスニーカー協会により、JIS 規格と同等の業界標準が設けられており、JIS 規格対象外の靴でも、ジェイプ規格に合致する製品に推奨マークを表示している。プロテクティブスニーカーの規格は、下記のようになっている。ありがとうございます。